ちゃ。こんにちは。さあ、ゆだかさん、はい、やっとニュースが入ってきました。やっとニュースってこの日かな。まあいいニュースだろうな。そうです、沢村投手がレッドソックスに決まりました。やっと。いや、俺はあんまり思えないんだよね。え、俺はなんか沢村にはロッテに残ってほしかったと思うし、ずっとおっしゃってましたもんね。そうそう、この時期にこのタイミングで、はい、まあ去年からのね沢村の動向とかいろいろあって、はい、なんかこのタイミングで行くかなっていうね、うん、まあそれは彼の、はい、あの夢でもあるしね。そうなんですよね、うん、だからそのなんていうの、ルールを犯してさ、はい、別に行ってるわけじゃないから、うん、応援はしたいけどさ、はい、なんかこう人情的にさ、うん、ロッテにああいう風な扱いを受け、はい、まあいい結果も出して、まあそれは本人の力だけどね、はい、だけどなんかこうロッテに、まあ、もっと情があってもいいのかなっていうような、はい、まあそういう気持ちもなきにしもあらずというかね。そうですね、うん、だからといって、はい、応援しないっていうわけではないしね、うん、もちろんそうですね。でも、ましては後輩だしさ、あ、中央大学のですよね。そう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 、だから頑張るっていうふうに応援はしたいけどね、はい、まあコロナの中で行って、うん、なんかこう本当の野球ができるんだろうかっていうね、はい、日本の方がなんかこう整備されてるような、あの給料の面に関してもね、はい、うん、まあ、沢村投手が、ね、2月入ってからでしたっけ、渡米、一度渡米っていう話も入ってきましたし、うん、でここに来てレッドソックスと合意で、まあ、複数のアメリカメディアによると2年で約2億6000万円に加えて投球イニング数などに応じて出来高もつくということなんですけども、ただですよ、うん、この額なんですけど、メジャーリーグのリリーフ投手の平均年俸というのが約2億9000万円で、沢村投手の年俸が1億3000万円なので平均額の半分にも、うん、満たない、格安ということで、うん、ね、それでも今コロナの状況もありますし、それでもやっぱり沢村投手はメジャーっていう夢を叶えたいっていうものだってことでしょうね。だから完全にその金にね、はい、こう左右されずに、うん、まあ、自分の意思を貫いたというかね、はい、まあ、ロッテはすごくいい条件を出してたみたいだけど、うん、まあ、それを蹴ってね、はい、行くからにはやっぱり自分の夢がかなり大きなものになったんでしょうね。そうですよね、うん、でレッドソックス、去年なんですけれども投手陣がもう崩壊状態で、特にリリーフ陣が防御率 5.79、 リーグワースト2位だった、うん、でもね去年のね成績っていうのはそんなに当てにならないよね、はい、試合、まあ、当てにならないというか、うん、コロナの状況でどういう調整ができたとかさ、はい、それはいろいろあるんじゃないのかなっていうふうに思うよ、うん、まあ、それにしても悪いけどね。そうですよね、ちょっとだから沢村が行って活躍できる場はあると思うよね、うん、そうですよね。で今のところ沢村投手投げるのはまあリリーフと言われてるんですが、うん、レッドソックス絶対的な守護神も不在なので、オープン戦の結果次第では沢村投手がクローザーを務める可能性もあるというふうに、まあそうだね、はい、伝えてるんですけど、まあ、沢村の性格っていうのは、はい、意外と鈍感力があって、うんうん、なんかこう周りに左右されないというかさ、はい、自分の世界を持ってる子だけにね、はい、まあ、逆にそのメジャー行って何も右も左も分からないところで思い切って投げさせた方が、まあ、いい結果が出る可能性は強いよね。そうですよね、うん、あと沢村投手のあの球というのはメジャーの方が向いてるんじゃないかっていうふうに言う方もいらっしゃいますけれども、どうだろうね、うん、あ、まあ、荒れたりするところも、まあ、まあまあ、ただこれからやらなきゃいけない作業はさ、はい、やっぱマウンドに慣れたりだとか、うん、まあ、もちろん環境もそうだし、まあ、ボールっていうこともあるよね、うん、だから日本でこうスプリット投げたけど、はい、それが思うように落ちるのかどうかっていうのもね、うん、やっぱこう確認していく作業っていうのは多くなってくると思うよね。そうですね、うん、まあ、ただレッドソックスって今まで日本人メジャーリーガー数多く7人8人やってますもんね、うんうんうん、なのでどうですか、なんか日本人にとってっていう、ね、やっぱトップクラスだから、まあそうですね、まあ、侍はトップクラスじゃないとは言わないけど、はい、ただやっぱこう性格的にはなんとなく合いそうな、うん、おそんな感じがするよね。そうですよね、うん、だからもう自分は自分っていうものを、はい、なんか沢村っていうのは持ってそうだし、はい、なんか人に左右されるような、うん、そんな感じでもないしね、うん、あと逆境に強そうですよね、吠えて ああいう場面とかもうなんか入った時から逆境だからね、はい、いろいろコントロールは悪いだろう、しんのすけに頭殴られるだろう、はい、まあいろいろあったから、はい、逆境は逆境だったんだよねずっと、まあ、そうですね、叩かれたりとかありましたもんね。そう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 、まあでもボールに力はあるしね、はい、まあ、期待はしたいと思います。そうですね、はい、まあ、沢村投手はなんかおめでとうというか嬉しいニュースなんですが、
一方で、はい、明暗を分けてもしかしたら帰ってくる投手がいるかもということで、うんうん、あの山口俊投手ブルージェイズのメジャーの40人枠から外されてもし自由契約になると、うん、巨人が今獲得の準備を進めているという情報が、うん、俊は何歳になった？33歳です。33歳まだできるもんね。もちろんまだ若いです。まあ、ただいやたださ、はい、森内ね、いや暗いニュースっていうかさ、はい、それはまあ確かに、うん、そのロースターから漏れて、はい、40人枠に入れずにみたいな、うんうん、それが山口にとって暗いニュースなのか、はい、でも巨人が動き出してるんだったら、はい、逆に明るいニュースなのかっていうのは、あ、どう、いや俺は明るいニュースだと思うよ。まあ、豊さん山口俊投手と一緒にやってますもんね、うん、で彼はまた沢村とは逆みたいな性格で、はい、あの優しいんだよね。で周りはやっぱこう周りの目を気にするというかさ、はい、そういうタイプの人間だから、うん、環境に慣れるのに相当時間がかかるしね、はい、やっぱこうチームメートもにも馴染んでいかないと、うん、どちらかというとこう力を発揮できないような、はい、そういうタイプなんだよね、うん、山口俊は日本の方が合ってると思うよ。メジャーよりも、うん、まあ、確かに夢はあってね、はい、言ったけど、まあ、山口俊もちょっと呼んでさ、はい、話を聞きたいけど、あ、豊さん自体がですよね、うん、その野球自体は一緒でもさ、うん、やっぱりやる環境によって違うスポーツになったりだとか、はい、やっぱするんだよね彼は。結構じゃさ繊細なんだよ。それ、あの前大魔神佐々木さんもおっしゃってましたよね、うん、だから抑えをやる人間って、はい、やっぱり意外と繊細だよね。あ、そうなんですね。また逆に繊細じゃないとできないポジションだよ、はい、だからまあ山口俊はあの先発で成功はしたけど、はい、まあ基本的にはなんかこう短いイニングで抑えの方が合ってると思うんだけども、はい、だけどあまりにも気にしちゃって先発に回ったピッチャーでしょ、はい、で先発に回ると何が違うかというとさ、やっぱある程度の失点は OK で6回まで投げればいいという、うん、ある程度の条件付きで投げれるわけじゃない、はい、でも抑えって必ずパーフェクトに抑えなきゃいけないから、うん、まあ、ヒットを打たれてもね、はい、0点ということは絶対条件の中に入るわけだから、はい、そういう意味ではなんか沢村とは違って、沢村が 1,2 点大丈夫だよ、勝ちゃいいんだろうみたいな、はい、そういうタイプに見えるんだけど、山口俊は1点を取られるのがすごく嫌なピッチャーだから、向こうに行ってなんか周りの目も気になり言葉もあまりわからない、はい、うん、そういう環境下の中で、まあ、初めからそんなにできるというふうには期待してなかったけどね、うん、俺は。あ、そうだったんですね。やっぱり性格が左右するよ。メジャー向きなのか行かない方で日本でいた方がいいのかとか、うん、だから佐々木みたいにものすごい優しくて繊細なんだけど、はい、絶対的な力があるの。それを補うだけのってことだけの、普通に投げてたフォークを落としておけば振ってくれるというさ、はい、そういうものがあるから。でも山口はトータル的にはすごいけど、はい、一つ一つのボールっていうのはそうでもないわけよ、うん、メジャーの中に入ってしまうとね、はい、だからやっぱ苦しかったと思うよね。そうなんですね、うん、まあ、7日以内にウェーバーにかけられて獲得を希望する球団があれば移籍するんですけれども、うん、もし球団が出てこなければ、ブルージェイズに残留してマイナーの所属となるか、うん、まあ、自由契約になるということで、うん、これ自由契約になったら多分巨人が獲得に乗り出すというふうな情報が入ってま、ね、うん、まあ、正確的にはもう巨人に戻してくれるっていうんだったら、うん、はい、もうありがたく逆に頭を下げて、うん、はい、もう一度やらせてくださいって言って力になりますと頑張りますっていう方が、俺はなんかキャリアの中だったらいい結果が出そうな感じはするけどね。豊さんが知る山口俊投手の性格であると戻ってきそうですか、それともマイナーでもいいからブルージェイズに残りそうなんですか、どうなんですか。いや、俺は戻ってくると思う。巨人にやっぱ彼も、はい、そのメジャーの環境っていうのは合わないって思ってるんじゃない。自分の性格って、いや、もう伸び伸びね、はい、できるんだったら力もっと発揮してると思うこの子は。そうなんですね、うん、だけどやっぱりどっか萎縮してる部分があるような気がしてならない。まあこれは山口俊が帰ってきたら、はい、ちょっと話を聞かなきゃいけないけどさ。そうですね、もし帰ってくるとなると巨人としては菅野投手もいて山口投手もいてっていうなると心、まあ心強いというか、まあ、どういう形で帰ってくるかだよね。いや結局、はい、巨人にいた時代の活躍できた時のスタミナだとか、うん、そういうものが残ってればいいよ。でもメジャーでそんなにやってないわけじゃない。
去年そうですね、うん、だからどうなのかということ、はい、でも戻ってきてなんかこう後ろめたさで戻ってきて、うん、力発揮できないとかあるわけじゃない、はい、人それぞれ心持ってるから心動くわけじゃない、はい、で山口俊だったら俺が戻ってきたら何て言われるんだろうとか、あ、まあ、そこまで考えてしまうからさ、例えばチームメイトとかファンとかのことまで考えてしまうんですね。いや俺が結果出したらいいんだろうっていうふうな、はい、そういうタイプでもないわけよ。沢村は逆に俺は結果出しちゃうみたいないやもう真逆みたいな感じからさそうですね、うん、2人がだからまあこの結果がね、はい、どういうふうになるか、 でも山口俊は帰ってきた方がいいよ。いいですか、はい、その方が向いてるのかもしれない。向いてる向いてることなんですね、うん。でまあ、沢村投手はレッドソックスに決まりましたけれども、うん、まあ、山口俊投手が今後どういうふうになるのか、まあ、そうだね、はい、まあ、両方後輩だからさ、大学の後輩、はい、チームの後輩、はい、山口俊はね、うん、だから本当2人とも頑張ってほしいよね。そうですね、本人にとっていいところに落ち着くといいですよね。いいね、はい、はい。